常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね。さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あと内容気に入ったら Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。イスラエル情勢最新アップデートということでお届けしたいんですが、まあ日が経つにつれね、被害がだんだん明らかになってきました。この間ね、まあこの間というか今日の朝ですけど、ワイヤテラちゃんでもね言いましたけど、ガザ地区のね、境界線のすぐ近くでなんか音楽フェスかなんかやってたらしいんですね。で、数千人が参加していたらしいんですが、ここにテロリストがね、ハマスのね、乱入して、まあ、銃乱射、まあ、250体ぐらいのですね、ご遺体が今その現地で確認されているということです。で、おそらくドイツ人のね、女性ね、足折られて連れ去られたと言われている方もおそらくこのフェスにいたんじゃないかなと。まあ、被害状況まだちょっとよくわからないということなんですが、まあ、これ大変なことになりそうですね。まあ、一般市民を対象としてですね、攻撃を加えるのはテロですから。ね、私はこれはもうひどいなと。うん、やり方が、もうこんなやり方はもう許されたらいかんなとは思うんですけれども、まあ、世界各国ね、いろんな反応があります。日経新聞がね、割とよくまとまった記事をね、出していたんで、これちょっとね、皆様とね、共有したいんですけれども、まあ、まずね、アメリカの反応ですけど、まあ、これはもう、許さんということでね、許さん、かっこ威厄ですけどね。はい。まあ、地域の指導者らと、緊密な連絡を続けるよう担当者らに指示したということで、バイデン大統領がね、まあ、パレスチナ自治政府、エジプト、トルコ、カタール、サウジアラビア、ヨルダン、オマーン、アラブ首長国連邦などの名前を挙げたと、いうことです。さらに、ブリンケン国務長官ね、これもアメリカですけど、ハマスと対立してるね、パレスチナ自治政府のアッバス議長が、中東各国の外相らと相次いで電話会談を行ったと。ハマスの反撃に、ハマスの攻撃ですね、ごめんなさい。攻撃に反対するように求めたと、いうことです。まあ、ただですね、日経新聞ね、この後結構ポイントなんですよ。中東では武闘派のハマスと距離を置く国もあるが、イスラム教徒の同胞である、パレスチナには総じて同情的だと。アラブ連盟は声明で、ガザへの報復攻撃を直ちにやめるようイスラエルに求め、イスラエルの暴力的で過激な政策は地域の安定を損なう時限爆弾だと、いうふうに指摘したと。で、さらにですね、国交正常化のね、交渉をやってたサウジアラビアなんですけれども、こちらも外務省はですね、パレスチナで多くの、勢力とイスラエル軍の間の、異例の、事態の進展を注視していると、パレスチナの多くの勢力とイスラエル軍との間の異例の事態か、の進展を注視しているというふうにですね、まあ、双方に攻撃停止を求めるというようなこう声明を出してます。それから、まあ、トルコですね、トルコも外務省がですね、武力行使の停止を訴えました。連絡を取ってますと、いうふうに言ってますと。で、エルドアン大統領はですね、ハマスとパレスチナ自治政府の両方のトップとね、会談して仲裁をまあ、図ろうとしていると。まあ、ハマスともパイプがあるということでね、まあ、いろいろ期待されてるんですが、どうなんですかね。はい。まあ、連絡を取っているということですね。トルコの外務省も、アメリカがね、挙げたような国々とも連絡を取っていると。で、まあ、問題はイランですよね。イランはですね、ハメネイ師が、の顧問がですね、こんなこと言ってます。我々はパレスチナの戦士たちを祝福する。パレスチナとエルサレムの解放まで、パレスチナ戦士と共に、パレスチナ戦士と共にいるということで、イランは公式見解はあれなんですかね。イスラエルという国を消滅させるっていうのが、まあ、方針なんですかね。だとすると、これはちょっとさすがにやりすぎかなと。うん、そこまではと。まあまあまあって感じですよ。うん。消滅させるとか、それお互いにやったらさ、大変なことになるから。で、イランね、今核武装直前と、来年にはもう核兵器手にするんじゃないかとか言われてる国ですから、これはちょっとやばいですよね。まあ、サウジアラビアがそれで焦ってね、イスラエルとまあ、国交回復ということをまあ、始めたんですが、まあ今ね、こんな感じです。で、チャイナですね。チャイナ外務省はですね、双方に多数の死傷者が出ていることに深い憂慮を示し、直ちに停戦し、民間人を保護し、事態のさらなる悪化を防ぐよう求めると、いうことで。テロ攻撃に対して非難は特にチャイナから出てないですね。むしろ中東のね、このね、まあむしろイラン寄りというかね、まあそんな感じですか。どっちかというとね。はい。まあイスラエル、まあ中東、あれですね、イラン寄りというよりはその、中東の他の国寄りですね。はい。で、それから、あと、モディ首相ね。インドのモディ首相は、イスラエルのテロ攻撃のニュースにショックを受けたと。こんな困難の時にイスラエルと連帯してと。どっちかというと、イスラエル寄りですね。はい。で、チャイナは、どっちかというと、ハマス寄りと。双方に提唱ということで、ハマスのテロ攻撃を非難しないということでね。で、さらに、ヨーロッパなんですけど、まあ、これはですね、イスラエルの自衛権への、言及が相次いだと。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ハマスの攻撃をテロ攻撃だと、いうふうに非難して、イスラエルの自衛権、行使に、自衛権、自衛の権利の、に疑いの余地はないと、
いうふうに言いました。さらにEU のね、フォンデアライエン委員長ね、ハマスの攻撃に、攻撃を明確に非難する。イスラエルは攻撃から身を守る権利があると。同様の発言はですね、イギリスのスナク首相からも、出ています。ということで、ざっくり整理するとですね、まあアメリカ、ヨーロッパね、欧米はですね、今回のこの攻撃はテロだと。ね。さらにイスラエルにはこの自衛権があると。ね。自衛権の行使はこれも国際法上認められている権利だと、いう捉え方です。で、これに対してですね、まあそのイスラエルとね、まあここを樹立したその湾岸諸国も含め、中東はですね、総じてね、はい、まあハマスもこの、日経新聞に記事書いてある通りですよ。武闘派のハマスと距離を置く国もあるが、イスラム教徒の同胞であるパレスチナには総じて同情的と、いうことで、双方に自制を求めるというような声明を出してて、で、中でもイランだけはちょっと、とんがってまして、ね、このテロ攻撃を祝福すると、もうほんとふざけんなみたいな感じですけどね、まあそういうことを言っていると、いうことでございます。で、この件についてね、まあ日本政府からもね、声明出たわけですよ。はい、なんか遅いとかさ、もっと強くハマスを非難しろとかさ、その逆にイスラエルに寄り添いすぎだとかさ、なんか極端な人たちがね、ここぞとばかりにこれをネタにね、自民党批判をね、やってるんですけど、ね、そもそも状況をね、確認してさ、で、しっかりね、各方面のね、影響を考えた上でやっぱ声明っていうのはね、出すもんなんじゃないですか。まあ一応日本はアメリカの、一応っていうかさ、アメリカの最も重要な同盟国でありね、なおかつアメリカの一番大事な同盟国なんだけど、中東諸国ともですね、まあ浅からぬご縁がございまして、ね、そちらとも、まあ、強い、太いね、まあ、パイプね、それなりにあるわけですよ。ね。まあ、Google Earthな方とかですね、まあ、その、極右のね、まあ、インフルエンサーの方々が続々とですね、まあ、エジプトの空挺訓練の動画とかですね、ゲームのフェイクポストとかにね、もう思いっきり引っかかっちゃってね、迅速な、まあ、その、コメント出してますけど、それをね、一国の代表がね、そんなのと同じことやるわけないでしょ。ね、やったらどうなるか、よく考えてほしいんですよね。やっぱしっかりとね、背景を調べて、現時点でね、最適なバランスの発言をすることが、やっぱりいいんじゃないかなと。で、それをまあ、否定する人っていうのはね、逆にじゃあどんなこと言ったらよかったのと。ね、イランみたいなこと言います？ね、どうなの？みたいな。まあ、そういう話ですよね。はい。で、ちなみにですね、この件でね、まあ、岸田首相がね、どんな声明を出したかというとですね、まあ、ツイッターでね、書いてあることそのまま読みますけど、昨日、ハマスとパレスチナ武装勢力がガザからイスラエルを攻撃しました。罪のない一般市民に多大な被害が出ており、我が国はこれを強く非難します。ご遺族に対し哀悼の意を表し、負傷者の方々に心からお見舞い申し上げます。ということで、テロ攻撃を非難したということで、もうこれどっち側がもう皆さん、お分かりですよね。さっきのね、声明ね。はい。欧米寄りというかね。まあ、そらそうですよ。自由で開かれた社会の方の、コメントをしていると。まあ、インドのモディ首相もね、こっち側来ましたよね。で、チャイナは、この犠牲になった方々に対する哀悼の意も何も表さずにね、ね、双方に自制だけを求めるという感じだったね。ということですよね。で、この岸田さんのツイートですけれども、在日イスラエル大使館からですね、こんな風に、感謝の言葉が届いてます。イスラエルへのサポートに感謝申し上げますと、いうことですね。で、この件に関してね、まあ、いろんなご意見あるんですけど、やっぱりね、詳しい人に聞いてみるのが一番いいと思うんですね。まあ、そういう意味で言うとね、中東研究ではね、大変有名な、はい、池内聡先生ね、ツイッターでいろんな発信をされていて、私も大体というかほとんど全部今読んでると思うんですけれども、まあ、池内先生ね、全般的にね、今回そのテロだから、ね、アラブ諸国も含めてテロはひどいってことで非難してるんじゃないかみたいなね、ご意見に対して、いや、そんなことないよと、ね、湾岸諸国含めてね、このイスラエルとの国交のある、国も含めて、その、アラブ世界は、どっちかというと、その、ね、このテロは非難しないと。双方に自制を求める程度の、ものしか出てないよと、いうことをおっしゃってました。まあ、まさにその、今回のね、日経新聞のまとめをね、これ、読んで、同じことをおっしゃってたんで、まあ、基本的には、まあ、そういうことなのかなと思います。で、さらにですね、池内先生、今日非常に気になるツイートされてたんですね。湾岸産油国を含むアラブ側の反応を見る際に知っておいた方がいいのが、アラファトが台頭するきっかけとなった、カラメの戦いというのがあるんですね。これ1968年らしいんですけどね。はい、カラメの戦いです。ハマス側がこれに類した神話を作って、湾岸産油国を受け入れていくと、イスラエルと西側にとって苦しくなるし、アラファタのようにやがて交渉相手としなければならなくなると、いうことなんですね。で、このカラメの戦いって何かというとですね、1968年にね、イスラエルのですね、幼稚園バスが襲撃されたらしいんですね。
67年か、ごめんなさい。カラメの戦いは1968年3月21日の、まあ、事件なんですけど、67年にですね、その前の年にヨルダン川西岸の支配権をイスラエルに奪われた後ですね、フェダインとして知られる、この、パレスチナ戦闘員たちはですね、拠点をヨルダンに移したと。で、国境の町から目を占拠し、イスラエルとイスラエル占領地に、まあ、攻撃を強化と。で、それで、この、まあ、イスラエルのね、この、まあ、部隊はですね、この、まあ、国防軍はですね、まあ、その、幼稚園バスが襲撃されたというのを、まあ、スクールバスかな、なんか幼稚園バスが、スクールバスが襲撃されたというのを口実にですね、まあ、この拠点ね、カラメの拠点を、まあ、攻撃したんですよね。これが、まあ、このカラメの戦いなんですけど、意外や意外ですね、この攻撃をしてね、まあ、作戦は成功だったんですが、イスラエルはね、国連安保理の非難決議食らっちゃうんですよ。やりすぎだということでね、過剰多くだということでね。で、思ったよりも死傷者が出たりとかですね、捕虜も取られたりとかして、で、そのアラファト側もですね、これは勝ったんだとね、イスラエルに大打撃を与えたということで、ヨルダンで凱旋行進するぐらいね、もうすごい株が上がってしまったんですよね。で、そこでそのまあ、アラワ島なんかは調子乗りすぎてですね、ヨルダンで内戦を起こして、最後はヨルダンから、追い出されちゃうわけですけれども、まあそういうふうに続くわけですけど、その、まあ、PLO のアラワト議長がね、男を挙げる、まあ、きっかけになった戦いがこの、まあ、フェダイン、この、フェダインじゃねえ、間違えた、カラメの戦いというやつなんですね。で、1968年の3月21日早朝に、イスラエルの大部隊がですね、まあ攻撃を開始と。で、ヨルダン軍がまあ戦闘に参加しないだろうというふうに予想してたんですが、意外や意外ヨルダン軍はですね、激しく砲撃してきて、PLO と連合軍でね、向かってきたんですね、イスラエルにね。で、もちろんまあイスラエル、まあ強いですから、まあ丸一日戦闘の末ですね、このカラメのキャンプをですね、大部分破壊して、PLO の拠点ね。で、まあその、彼らをまあ撤退させたらしいんですね。で、140人の PLO のメンバーを、捕虜にしたと。いうことで、まあ、この時初めてですね、まあ、自爆テロなんかもあったりしてね、結構凄惨な戦いだったんですけれども、この戦闘の結果ですね、イスラエルの、まあ、停戦ライン違反と不当な武力行使ということで、まあ、安保理からですね、非難決議ね、非難決議248が採択されてしまったと。で、まあ、双方勝利宣言をしたんですが、まあ、アラファトはですね、比較的多くの死傷者を出しながらもですね、アラファト自体は逃げたんですよね。はい、捕まんなかったと。で、さらに、こう、何人か捕虜を取ってね、3人の、まあ、兵士とですね、絡めて、そうですね、3人の、まあ、兵士が死亡したんだな、イスラエル軍のね、亡くなって、で、それとですね、まあ、車両ね、まあ、だいぶ破壊したということで、で、それがヨルダン軍によってですね、まあ、アンマンでその、まあ、パレードしてですね、まあ、ここ、まあ、なんていうんですか、プロパガンダ的に使われてね、アラファト議長のですね、まあ、男を挙げる、まあ一つのね、イベントになってしまったと。で、ハマスの今回の攻撃がね、これと同じものになるかもしれないよと、いうことをですね、まあその、池内さんは言ってるわけですよね。だからその、テロリストだとか言ってね、テロリストなんかと交渉するかとか言ってたのが、まあその、産油国からね、もう多額の資金を、援助を受けてですね、まあアラファト氏はああやってこう、地位を築いたわけですよね。で、最終的にはもう交渉相手としなければならないような状況に、まあこのイスラエルは追い込まれて、まあ最終的にはね、アラファト、氏の率いるこのパレスチナ自治政府ね、これ今ハマスと対立してますけれども、まあこれにね、まあいろいろこう、まあ例えばヨルダン川西岸地区とかね、こういうところでいろいろこう、行政的な仕事とかやらせてるわけですよね。結果的にね。はい。で、それを、だからまあ、今ハマスは武力によって実効支配してるっていう体でまあ、イスラエルは対応してるんですけれども、まあ、今回の件がですね、カラメの戦いみたいな形になると、まあ、これはまずいかな、ということなんですよね。まあ、池内先生他にもね、いろいろな、ツイートされてて、大変参考になるんですけれども、まあ、今回の件ですね、非常にまあ、嫌な感じですね。うん、イスラエル側もですね、だいぶ油断してたな、と。いうふうに言われてます。実際にほら、司法制の改革の、反対でもあったでしょ。で、あれでね、その、ネタニヤフなんか協力するかとかいうので、結構徴兵拒否が出たらしいんですよ。で、その徴兵拒否をね、その国防大臣が放置してるっていうので、まあ、右派が攻撃してたんですけど、まあ、それで結構国内がガチャガチャしている隙をですね、まあ、見事に突かれてしまったのではないかと、いうふうにですね、まあ、言ってます。まあ、これはまあ、しょうがねえよな、そういう、たまたまそういう、まあ、タイミングをね、相手もまあ狙ってるわけですからね。はい。で、さらに言うとですね、イギリスの BBC あたりもまあ報道してますが、イスラエルの奇襲攻撃にはイランの支援があったと、いうことで、まあハマスの報道官がね、BBC のインタビューに答えてそう言ってるので、まあイランの支援がまあほぼあっただろうと、いうふうに見ていいかなと。なので、まあイスラエルがね、そういう隙を見せるのをね、
常にこの、まあ、周りにいる国々はね、狙ってるわけですから、まあ、やっぱりね、まあ、その、イスラエルの社会ね、非常に言論の多様性があっていいんですけどね。うん、ユダヤ人、二人集まるとね、派閥が三つできるぐらいの勢いだと思うんですけど、あんまりやりすぎるとですね、これやっぱね、安全保障、本当に危なくなるので、まあ、その辺ね、まあ、今も攻撃受けて一致団結っていう方向に行ってればいいんですけどね、でも現地の人に聞くとあんまりまだ一致団結しないっていうんでね、大丈夫かなというふうに見ております。ということで、今日の内容ね、面白いと思った人はぜひ高評価のボタンとチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー！